日本神奈川県横浜市ほどが谷ゴンタ坂ゴンタ坂は、神奈川県横浜市ほどが谷にある旧東海道の、坂の名称、また、ほどが谷にある町名の一つである。現行行政地名は、ゴンタ坂1丁目からゴンタ坂3丁目で、住居表示実施済み区域。郵便番号は240-0026。旧東海道を東京から西へ向かう際、 最初の急勾配として知られる。ゴンタ坂、焼キモ坂、シナノ坂と坂道が続き、旅の難所であった。年始に行われる箱根駅伝では、旧東海道のゴンタ坂は通らないが、付近の国道1号の坂をゴンタ坂と称し、往路2区の難所として位置づけられている。律令国政における武蔵国に、相模国の境界でもあった。地名としてのゴンタ坂は、 横浜市ほどが役の南西部に位置し、北から順に1丁目から3丁目に分かれている。1丁目は給料を開発した宅地が整然と並ぶ。3丁目は国道1号沿いに商業施設も見られ、その内側に住宅地が広がっている。住宅地の地下は2014年1月1日に公表された工事地下によれば、 ゴンタ坂さんの子の23の地点で17万3000円平方メートルとなっている。面積は以下の通りである。現地には横浜市教育委員会による説明版が設置されており、新編武蔵風土機構にある記述として、旅人が耳の遠い老人に坂の名を尋ねたところ、自分の名を聞かれたと思った老人がゴンタと答えたのが由来であるとしている。 また一説に坂の改修工事を手掛けた藤田根左衛門の名にちなむとも言う。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB 横浜市長区域要欄。横浜市2018年1月24日閲覧。AB 横浜の人口。 登録者数超超別世帯と男女別人口。横浜市。2018年1月24日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月23日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月23日閲覧。横浜市の町名一覧。横浜市。 2021年1月4日閲覧。国土交通小地下工事、都道府県地下調査、小中学校等通学区域、横浜市。2018年1月24日閲覧。ありがとうございます。